こんばんは、桐生です。ラットです。ブーです。かしますチャンネルへようこそ。今日はね、北条時政。時政パパには一体何人子供がいるんだっていう話をしたいと思います。ドラマでもね、北条の時政って結構子だくさんなんですけど、全部合わせると、実に15人も子供がいるんですよ。多い。15人。すごいな。子供も多いしね、奥さんも多いんですね。なもんでね、今日は時政パパの子供たちについてざっくり紹介したいと思います。まず男の子は宗時、義時、時房、正則の4人がいました。義時はね、今回のドラマの主人公ですし、宗時はね、お兄ちゃんはね、石橋山の戦いで戦死したんで省略しまして、まず三男の時房なんですが、覚えてるかな？ドラマのね、1回目の時に時政パパが陸さんと再婚するっていう話をね、子供たちを前にして言った時に、後ろの方に赤ん坊がいたんですよ。あの赤ん坊が時房だったんですよね。覚えてないか？まあ録画してる方はもう一度見てみてください。今ね、私はね、時房って言ってるんですけれども、これはね、実は後に源頼朝が征夷大将軍になるんですけどね、その年に改名してからが時房で、元服した時の名前は時面と言いました。ドラマでもね、時面っていうので出てきてましたよね。なんかお魚、イワシかなんか持ってきたイケメン。そうそう、ね、瀬戸康史君、イケメンのね、可愛い感じのね、はい、あの人でございます。どうして最初は時面だったのかというと、元服の時の烏帽子親が沢良義面だったからで、その義面の面の字を一字もらって時面と名乗ってたんですね。この沢良義面ってね、この人も覚えてるかな？一ノ谷の戦いの動画で、日踊り越えの崖を見てね、こんな谷、いつも狩りをしている三浦の崖と似たようなもんだって言って、こう真っ先にね、馬を降りていった武将っていう風にね、ご紹介した人物なんですけどね。だから、なかなかに度胸の座った武将で、頼朝の信任も厚かった人物なんですね。ちなみにね、今、名字、沢良って言ってますけれども、三浦義澄の弟です。だから、三浦義村からすると、おじさんに当たる人なんですね。で、話を戻しますと、元服した時は時面って名前だったんですけど、この面、連っていう字が、銅線、お金ね、真ん中に穴の開いたお金をこう、貫くっていうね、銭を貫くっていう意味なので、下品だって言われて、時房に改名したそうなんですね。何しろね、時房って、容姿抜群のイケメンで、所作も美しいし、蹴鞠もね、すごく上手でね。なので、こんな優雅なね、上品な人物が、そんな下品な名前なんてって言われたもんで、慌てて書いたみたいなんですね。史実でも本当にイケメンだったんですか？そうなんですよ。この時房は、後に北条泰時、義時の息子の金剛君ですね。これとね、名コンビとして活躍するので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。何しろね、この時房は、政子に超可愛がられたっていうね、弟で、泰時君も父親の義時だけじゃなくて、頼朝にも超絶可愛がられていたイケメンコンビなんですよ。イケメンはすぐ覚えます。ありがとうございます。時房と泰時は、叔父と甥って言ってもね、8歳しか離れていませんから、兄弟みたいな関係だったのかなと思ったりもしますね。で、時政パパの最後の男の子が四男で、牧の方、ドラマでは陸さんですよね、の産んだ正則です。今回のドラマで出てきた赤ちゃんね、あの人ですね。義時からしたら26歳も下の弟なんでね、もう息子より年下の弟っていうことになります。弟なんですが、この正則は16歳で15位の下に任命されていて、義時の方がね、41歳でやっと15位の下になっていることを考えると、時政パパの心づもりとしては、北条家は正則に継がせる気だったのかなと思います。つまり正則は、北条家の嫡男だったと思われるんですよね。今ね、思われるって言ったのは、実はこの正則って15位の下になった16歳の時に京都に行って急死してるんですよね。だもんでね、最終的に北条家は義時が継いでいるんですけど、今となってはね、この時の時政パパの気持ちはね、推測するしかないんですよね。だからどうだったんでしょうかね。時政パパの15人の子供のうち、男の子4人の紹介はこれで終わります。残り女の子が11人もいますんでね、ちゃっちゃと行きたいと思います。まず、政子と実衣。実衣はドラマの名前ですけど、この人はね、もうよくご存知だと思うんで省略します。頼朝の妻と頼朝の弟のあの前女の妻になった女性ですよね。その他に牧の方、陸さん以外の女性が産んだ女の子が5人いまして、それぞれ足利義兼、稲毛重成、畠山重忠、川野道信、大岡時親っていうね、この5人の奥さんになってるんですね。足利義兼って子孫に室町幕府を作った足利尊氏がいるんでね、だから将来的には鎌倉幕府を潰すことになる家のご先祖様っていうことになります。でドラマの方では秋さんっていうね娘さんの夫っていうことになっていた稲毛重成は畠山重忠のおじさんです。この人はね、奥さんをものすごく愛していて、頼朝についてね、上洛している時に、奥さんが急病で危篤になったっていう知らせを受けるんですよね。そうすると、頼朝から足の速い春馬をもらいましてね、日に夜をついて駆けつけているぐらい、奥さんを大事に思っていた人なんですね。でも結局、奥さんは助からなくて、亡くなってしまいます。稲毛重成は悲しみのあまり出家してしまったそうなんです。でこの稲毛重成が亡き妻の供養のために橋を作るんですけど、その橋の落成式に参加した頼朝が帰る途中で落馬して急死してるんですよね。なのでね、ドラマではね、この後なんかあるんじゃないかなという人物です。今回随分影が薄かったですけどね。薄かったというか、出てたんですか、ドラマに。してましたよ。ちゃんと登場してまして、北条ファミリーが集まって、みんなでそのワイワイしてる後ろの方で奥さんと二人で、隅っこの方にちょんって座ってた人です。続いてのね、畠山重忠は、紹介いらないと思いますが、ただこの奥さんは、ドラマの方ではね、千恵さんってなってましてね、妊娠報告っていうのをしてましたけども、このね、千恵さんは、この後、息子を産んだ後、亡くなってしまうんですね。だからね、畠山重忠は、後に、足立東元の娘を5歳としてもらっています。4人目の娘の夫である川野道信は承久の乱で鎌倉に敵対した後鳥羽上皇側に味方しているんですが、これはね、奥さんだった北条時政の娘と超絶仲が悪くて、だから北条家に敵対したんじゃないかとも言われてるんですよね。で、5人目の娘が嫁いだのが大岡時親なんですが、この人がね、牧の方、陸さんね、のお兄さんだというふうに言われていて、だったら牧宗近のことなんじゃないのか、牧宗近と同一人物なんじゃないかと言われてるんですね。だとすると、頼朝にね、紛切られてわーって泣いてたね、人の奥さんっていうことになりますけどね。あの人ね。で、残り4人が牧の方、陸さんが産んだ娘たちになります。多い。もう覚えられません。多いんですよ。牧の方にとっての長女は、ドラマでは以前に時政パパが抱いて、ひねやーってこうやってたね、赤ちゃんね。あの子は、平賀朝正という人物に嫁ぎます。平賀朝正は、比企の尼の孫にあたる人で、後にね、牧師事件というので殺されてしまうんですが、この牧師事件についてはね、また後に別の動画でお話ししたいと思うので、省略しまして。で、御家になってしまったこの長女の娘さんは京都の貴族である藤原の国道と再婚したと言われています。次の娘は三条実信の妻になっているんですが、この三条実信は藤原定家、藤原の定家に時の美男って言われるほどイケメンだったようです。なんかその名前聞いたことがあるようなないような。どっち？三条実信？藤原定家。藤原の実信。定家？ああ、はい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 。藤原定家ね。うん。多分ね、百人一首じゃないかなと思いますよね。よくお正月に小倉百人一首っていうのをね、で遊んだりする。あれをね、編纂した人です。和歌のね、名手として有名なんですけど、歴史好き的にはね、明月記っていう日記を書いて残してくれた人っていうことで有名な人なんですよね。京都のさ、同志社のところに、冷泉家っていうのがあるのをご存知ですかね。あそこのね、ご先祖様に当たる人なんですね。で、話をね、三条実信に戻しますと、この人ってね、どうも結婚は出世のための手段って考えてたようで、奥さんをね、何度も何度もとっかえ引っかえしてるんですよ。で、自分だけそうだったらいいのに、息子にもね、その考えを押し付けまして、そのね、時の奥さんを愛していた息子はもうパパの考えには従えないって言って、こう、必死に抵抗しまして、ついにね、もうパパの言うことね、もう聞かないといけないって押されたら、それが嫌だって言うんで出家しちゃったっていうね、そういうとんでもない親父だったりします。で、藤原の定家ね、藤原定家も日記の明月記で、天下第一の愚か者だって言ってるぐらいなんですね。で、まあ、このね、牧の方の次女の方は離婚されたわけではなくて、病死したみたいなので、その点はね、ちょっと救いではありますけれどもね。で、まあ、牧の方の3番目の娘は御家人の宇都宮頼綱の妻になるんですが、この宇都宮頼綱との間にできた娘が藤原定家定家の息子に嫁いでいるので、藤原定家定家と相親関係になる人なんですよね。ただね、理由はわからないんですが、この女性は47歳の時に宇都宮頼綱と別れて、松戸の諸家っていう貴族さんと再婚してるんですね。この松戸の諸家って摂政も務めたことのある上級貴族なんですが、この時はね、もう失脚して出家して隠遁している身だったので、どういう経緯で彼女が嫁ぐことになったのかはちょっと不明なんですが、ただね、この彼女がね、元夫の宇都宮頼綱に私今度再婚しますっていうのをね、知らせたっていうのを藤原の定家定家が聞いて、言語道断のことだ、非常識だってこう憤慨してたりするんですよね。だからちょっと面白いですけどね。さっき言ったその小倉百人一首って、この元夫の方の宇都宮頼綱が藤原の定家に依頼して作ってもらったっていうね、そういう関係だったりもします。最後の娘さんは坊門忠清っていう人の奥さんになってるんですが、この坊門忠清の妹が3代目の鎌倉殿である源実朝の正妻になっている人なんですね。ただね、源実朝が亡くなった後に起こった承久の乱では、坊門忠清のお兄さんがね、後鳥羽上皇側に味方していたもんで、後鳥羽上皇が敗れた後、坊門忠清もお兄さんに連打して、まあ、失脚してしまっているですね。ということで、まあ、時政パパの15人の子供たちについてざっとご紹介してみました。ドラマではね、出てこない人物もいますけれども、娘11人は御家人と京都の貴族とバランスよく嫁がせてて、これだけ見ても時政パパの政治的なバランス力みたいなものがわかるんじゃないかなと思います。ということで、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。Twitter の方もやってます。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。